大自然の神秘と荒々しい力を秘めた謎の世界である。昔から人々は自由と繁栄の希望を抱いて海を渡り、新しい世界を求め続けてきた。男たちは砲を操り、貝を漕ぎ、小綱を引き、力の限りを尽くして大海原の波と風に挑んだ。そして北の海、その汗と血と不屈の闘志で未知の新大陸を発見し、世界の海をつなぐ航路を開拓した。克服することによって常に書き換えられてきたのである。反戦は人間の限りない勇気と明日を開く英知の象徴であった。そして今、西暦2099年、21世紀の科学文明は地球を遠く離れた惑星間にまで拡大され、人類は宇宙を舞台とした大航海時代を再び迎えていた。その頃の帆船はレーザー光を帆に受けて走る、いわゆるレーザー帆船である。レーザー光は太陽をエネルギー源とし、
中継基地を経て太陽系にネットワークが張り巡らされている。そのいわば宇宙の高速道路、惑星間航路の客船、貨物船などが賑やかに往来する。レーザーネットワークの先端はアステロイドベルトまでである。まだ無限の可能性を秘めた空間が広がっている。そこにはかつての地球の海がそうであったように、人類が経験したことのない謎と夢と、そして恐怖が眠っているのである。その新しい世界を探るためには、宇宙の最大の謎、重力に打ち勝つ新しい船が必要であった。
それにしてもすげえ船だぜ。想像以上のメカニズムだわ。お、船長席、俺も早く座りたい。出航は準備。うれー、私は後半長、通称ボースンと呼ばれる蔵元だ。またお前たちの教育係でもある。二度とこの椅子を汚す奴がいたら黙って首の骨叩き折るぞ。よく心しておけ。気をつけ。船長に敬礼。出航準備。各部出航準備。船外目視異常なし。全デッキ封鎖完了。搭載艇固定完了。作業艇固定復旧完了。フライトコントロールチェック完了。機関保安チェック完了。船内セーフティーチェック完了。機関スタンバイ。機関スタンバイ。反応出力リミッター30。マスターシャッターオフ回避。出力リミット30。マスターオープン。ブースタープレヒート。出力30。機関スタンバイ。出航用意完了。ボーズン高解凍点灯了解。チーフ出航。出航します。ブースター出力1/8。セイルオフ。ブースター出力1/8。ブースターカットオフ。乗り組むは鈴鹿船長のもと、特別専門教育と訓練に耐え抜いちっしょう。卒業試験であのバカ教官を殴ってさえいなきゃ俺も今頃はスターライトに乗ってたのよ。苛立つな。もうなんとかならねえのかよ。これよりレーザーネットワークに乗る。月を25万キロ離れたところで重力遮断推進の第一次テスト、それより数次テストを繰り返して木星までの反重力航行テストを行う。このテスト航海に成功することが本船の使命だ。各部まずレーザーネットワーク航行用意。全砲全板用意。ミズンマスト準備完了。ファーマスト準備完了。メインマスト準備完了。メインマストのヤードを上げろ。メインマストヤードアップ。
3番ヤードロック、2番ヤードロック、1番ヤードロック。天板1番砲天板、ミズンマスト天板完了、メインマスト天板完了、フォアマスト天板完了、前砲ロック確認。完了。局長、レーザーステーションとコンタクトを取れ。南、お前だ。僕が局長ですか。そうだ、船では通信士を電信局長と呼ぶんだ。わかりました。レーザーステーション、応答願います。こちらスターライト、こちらスターライト、こちらコードナンバー MMC802 レーザーネットワーク B34 基地、位置確認、現在位置を知らせよ。スターライト現在位置、本線はポイント MCD402 を404に向かって航行中、レーザールート EM6 への侵入を許可願います。了解、出力250ギガワット、航路オープン。制御にチェンジ。おう、士官候補生諸君、ご苦労だった。私が船長の鈴鹿武史だ。たった今諸君の学習訓練の一端を見せてもらい満足している。私の役目は諸君の親父代わりになって船乗り魂を教えてやることぐらいだ。このスターライトを実際に動かすのは君たちだ。本航海の持つ歴史的使命を自分自身のものとしてなお一層の努力を期待する。わしを親父と呼ぶのは構わんが、雷親父だということは忘れるな。どうしたんだラッキー、さっきパンをあげたばかりだろ。落ち着かないな。船長、 SOS が入電しています。よし、傍受。機能停止、操船不能。二階の集団、何者かに引きつけられている。何者ですから、アルフォード号が見た怪物というのは。単なる天体物質ではなさそうだ。ともかく SOS を受信した以上、本船としても放っておけん。船長、重力制御のテストを救助に活用したらどうでしょう。このテストに成功すれば他の救助船より数十倍のスピードで現場に到着できます。行きましょう船長。おやじさん、
よし、本船は重力遮断工法のテストを実施しつつアルフォード号の遭難現場に直行する。やったー！なんと元気のいい奴らだ。局長、レーザーカットオフ、コース離脱。はい。高エネルギー噴射光光用意。はい。70分後に重力遮断光光カウントダウンセット。はい、カウントダウンスタート。カウントダウンスタート。テストまで70分。加速機始動、素通り30から40。了解、加速機始動。加速率 30%、 セットオン。反応炉出力40。中性子圧縮ジェネレータースタンバイ OK。 圧縮率 0.3 から 0.4 へ、 0.5、 0.6、 オール機関スタンバイ OK。 テストまで60分。各マストへのエネルギーバイパスオープン。加速率 1.05OK、 高エネルギー粒子放出オン。最終選考で落ちて本線に乗れず宇宙防衛軍に配属されたんですが。おい守、俺の悪口言ってないでフライトデッキのランディングマークをつけてくれ。着弾する。やめろアキラ、本線はもう重力遮断テストのカウントダウンに入っているんだ。冷たいこと言うな。サバの木を収容する時間の余裕はない。心配すんな、一発で乗り付けてやるから。面白そうなやつじゃありませんか。どうせにやりながらや。テストまで30分。やった。おい時間がない、早く終了だ。月給分働いてるか。アキラやっぱり来たな。着船はヒヤヒヤしたぜ。何何あんなもんよ。筑波、事情は後で聞く。重力遮断テストが終わるまで格納庫にでも控えてる。お前はまだ正規のクルーじゃないんだからな。うひょー、クラスエッド相変わらずクールな発言だこと。テストまで
みんな働け働け。俺のことは心配すんな。この船に乗せてもらえればそれでいいんだから。テストまで20分。制艦部室吸引ゲートオープン。吸引ゲートオープン。レンジスクレーパー起動。スクレーパー起動。 HBW フルゲイン。精子密度上昇。圧縮レベル D1、D2、D3。 お支配への増幅装置起動。機関オールスタンバイ。オールワッチスタンバイ。オールジブセール異常なし。前方ヤード各部調整。はい。コアマストよし。メインマストよし。リズムマストよし。オールセールスタンバイ。パイロットスタンバイ。テスト準備完了。全員シートベルト確認。テストまで25秒。21、22、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。コンタクト。0まで上げる。ダンサー 0.7 から 1G へ。了解。誰か竜を頼む。加速力 4G から 5G へ。全体の速度高速の 8%。 本気だ。こんなこったろうと思った。手伝うぜ。余計なことすんな。黙って見てろって。テストっていうのはどうやるんだ。レゴ飛ばすぞ。高速の 10% だ。機械入力ジェネレーター作動。はい。機械入力ジェネレーター作動。了解。出発。ワンオープン。行くぞ。ニュートラルセールオープン。よし。無力発進。2H より 3H に。データじゃなく東京だよ。レゴ最後だ。加速度 7G から 8G。
諸君の努力によって重力遮断の第一次テストは無事成功を収めた。船長として心から礼を言う。特に突然の訪問者である筑波明候補生、操縦術は抜群であった。ただし筑波候補生は正規のクルーではない。彼の今後の身の振り方は諸君たちで決めてもらった方がよかろう。グラスヘッドの守るが一緒じゃここは無理か。スターライト号はお前の操縦技術が必要なんだ。俺はこれから航海席に着く。スティックはお前が握れ。守る。はい、ケイ、おばあちゃん、コロニーを出てからもう6日経ちました。ここは木星に近いスケアノス小惑星帯というところで。おっと、至近距離にアルフォード号と思われる浮遊物発見。各部計測スタート。救護班スタンバイ。生存者は未確認。アルフォード号からの脱出ポットを回収せよ。綺麗だ。ああ、まるで星からの天使だ。どうした、みんなボケっとしちゃって。どいてどいて。生きてる。はい、ご苦労さん。秀才君はこっちを手伝ってもらおう。はい。ワンパク坊主はその子の服を脱がせておいてくれ。服を。どうした、嫌ならわしがやるぞ。やりますよ。何しとる、早く脱がさんかい。全部ですか。全部に決まっとる。君はひょっとして童貞か。うん、いえ、その、ま、なんじゃ、このすごい磁力は。アキラ、来い。妙見先生、歓迎。はい。磁気嵐です。ターミネーターが接近しておる。非常態勢を取れ。船長、アルフォード号も強い磁気嵐を受けたと言ってました。ターミネーターは至近距離です。ターミネーターはきっとこの磁気嵐で本船の原子組成を調べ、人工物か自然物かを識別しているんです。人工物だと攻撃を仕掛けるというのか。そうだと思います。だとすると本船が発する電波や光も識別の材料になります。私も守ると同意見です。すぐ全動力をカットしましょう。よし、全船内機関とジェネレーターカット。チャートの中山君と機関部の徳大寺君を連れて調査してきてくれたまえ。はい。他の者は非常に備えてサブブリッジに移動。
面材質ジルコナイト、それからアルミナセラミックスなど地球のものと変わらない。地球のものと、だが加工技術ははるかに地球の科学のレベルを超えている。地球以外の知的生命体のものだというのか。すごいぜ。事実だとするとものすごい発見だ。船長、わしは大丈夫だ。他の門を見てやれ。はい、はい、ここもすごいな。嘘、救助した女の子。ドクターは気絶しているだけ。君はどうして。この子が起こしてくれたの。そしたらドクターが倒れていたからカプセルに入れてあげたの。ねえ、ここはどこ、何があったの。君は何も覚えていないのか。ええ、自分の名前だけしか。私はサラ、サラシアン・ベイカー、ハイスクールの2年生よ。あなたたちは誰。船長だ。各部の被害を報告せよ。機関士牧歌昇格、有志家族機破損、犠牲者は候補生1名。お、一撃、しっかりしろ。これくらいのことで。石毛、気がついたか。あ、見ろあの星、あの星は何だ。あれは天王星じゃないか。そんなバカな。うるさいな、静かにして。機関とマストの修理は3週間というところでしょうか。7人もの犠牲者が出たんだ。あとは無事帰還せれば。船長、間違いありません。
木星軌道から20億キロ離れた天王星付近に現在います。すると光の速さ以上で飛ばされてきたことになる。信じられんが事実だ。あれは何という星でしょうか。天王星の衛星オベロンだ。氷の下に何か埋まっています。どうしてそんなことがわかるのかね。感じるんです。何かが私を呼んでいるような。ほっ、これだ。宇宙船のようじゃねえ。筑波、中に入って調査してくれ。了解。事故で墜落したみたいです。中の様子から判断すると我々地球人と同じくらいの体格の異星人が乗っていたようです。左よ、左に指令室が。なんでわかるの。わかるのよ、私には。わかるの。確かに明かりが見える部屋があります。そこの赤いキャビンのところに立って。結晶棒が。すごい。コンピューターの記憶装置らしい。何の反応も出ないな。この結晶具合から見て分子組成のキーは5じゃないかと思うんだが。すると円盤宇宙船のコンピューターはペンタデジット方式だってことになる。じゃあコンバートコンパイラーに入れてみたら解読できるんじゃないか。投影します。これだけではわからない。サラ、どうしたんだ。待てよ、このメロディーどっかで聞いたことがあるぞ。そうだ、わしが若い頃船乗り仲間にノルウェー人がいたんだ。そいつがよく歌っていた北欧の古い民謡に似ている。見ろ、記憶結晶が。猫だ、こっちの記憶結晶に変えてみろ。文字のようだ。第8惑星第4衛星にいる我が船は。読めるのか、サラ。どうなっとるんじゃ。脱出して第3惑星へ。船長、どうやらこれは航海日誌のようです。向かい、そこにいる船を合流する。サラ、痛い、頭が痛いよ。もうやめて、お願い、止めてください。ディスプレイを止めろ。サラ、続けろ、続けるんだ。からの報告、異星人を発見し接触を図るも反応なし。極めて原始的種族。もうやめて、お願い、頭が。地球人のことが記録されているんだ。さあ続けろ。守る、もうやめろ。やらせるんだ。異星人と
地球人の出会いの記録だぞ。このままにできるか。なんともわからんな。血圧その他は正常じゃが、ただ一つ大黒元素のオルゴン反応が出ておる。そのためにあの異常な行動を起こすんじゃろうな。この髪の毛から言ってきっと北欧系の血を持った娘だろうな。サラが言ったいくつかの結果を手がかりにして解析した結果、かなりの記憶結晶が解読できました。まずこれを見てください。これは製図じゃないのか。そうです。ただし我々が見ている銀河系を全く逆の方向から見ているものです。こちらが現在の銀河です。これにさっきの銀河製図を重ねます。ずれてるところもある。それは長い時間の間に古い星が消えたり新しい星が生まれたりしてたからだ。そのずれを測れば製図の作られた時期がわかる。1万年前、1万5千年前。お、ぴったりあったぞ。1万9千、いや、2万年前かな。2万年も前にどっから宇宙船が。それはこの航路図を見てください。宇宙には我々の住む通常空間の法則が通用しない特異空間があると聞きます。この明滅している部分がその入り口じゃないかと思うんです。歪曲点だ。通常空間と特異空間の接点は特殊な重力場になっていて歪曲点って言うんだろう。そうだ。だからこの歪曲点を探し出せば今すぐ地球圏にも帰れるし、またこの先どんな遠い星にも行くことが可能になるんです。じゃあ円盤型宇宙船を送り出した星へも行けるかもしれない。強いや。マモル、その星の名前は分かるのか。彼らの星図から逆算してみるとどうしてもこの辺になる。アルゴ座の方角だ。ハンセン座とも呼んでいるが。そうです。しかしアルゴ座の姿勢のカノープスは太陽の10倍もある超巨星で、2万年前は爆発している最中だった。船長、ノルウェーでは人間の祖先はオーディーンという神だったという伝説があるんです。オーディーン。オーディーン。オーディーン。サラが叫んだ。あの、そうだ、それで思い出したんだ。説によると、美しかった世界が突然炎の国に焼き尽くされた。その炎の国というのが爆発機にあったカノープスだとしたら、この記憶結晶には2万年前に地球人類と接触した記録があります。その時オーディーンの歴史が北欧神話として地球に残されたとすれば、だからあのカノープス星の近くのどこかにオーディン星があると考えられる。すごいぞ、オーディンは実在するんだ。やったな、マモル。我々以外に宇宙人類がいたんだ。オーディンだ。船長、この音を聞こえますか。円盤宇宙船のエンジンを参考に回収しましたら、これまでの3倍のパワーアップです。ご苦労。リズムマストはじめ外形の修理完了。了解。船長、オールイズウェルサー、いつでも出航できます。構成は集まったかね。はい、メスホールの方へ。オーディン、オーディンか。生きてら。船の処理も終わったし、行くに決まった。行くぞ、オーディン。船長に敬礼。スターライト号の修理は 100% 完了した。また本船の目的であった重力遮断テストも成功に終わり、本船の所属する宇宙開発機構からも帰還命令が届いとる。したがって諸君にとって不本意とは思うが、地球に向け
8時間後に出航する。船長、オーディンに向かうんじゃないんですか。行かせてください船長。みんな頑張りますから。船長命令だぞ。でもオーディンに行かなければ人類が初めて遭遇する異種文明の実態はわからないんです。その存在が分かっただけでもよ、我々にとっちゃ大きな収穫だろうが。船長、一等航海士や死んだ連中もみんなオーディンへ行ってくれと。このスターライトは人類の大きな財産だ。それを無事に返すことも大事なことだ。オーディンへ行くことも大事な使命だと思います。船長、行かせてください。船長、船長、船長、誘拐しろ。船長の命令は絶対だ。口答えは許さん。諸君の賢明な判断を期待する。出航まで休養を取れ。あの連中の気持ち分かりますな。わしももう少し若かったらあいつらの方についたかもしれん。アルコさん、オーディンは今俺たちの手の届くところにあるんだ。人類として初めて宇宙人と会えるのにな。ダメダメ、年寄りの中から新しい歴史が生まれた試しがないんだから。年寄りがダメなら若い俺たちがやればいいじゃないか。俺たちが？俺たちだけで？どういう意味だ？アキラ、反乱でも起こせって言うのか？言葉は悪いが、そうだ。反乱なんだよ。船長も本当は行きたいんだと思う。ただ7人もの乗組員を死なせているし、責任ある立場としてはできない。だったらみんな、俺たちがやるしかないじゃないか。そうだ、アキラの言う通りだ。みんな、私も賛成よ。サラ、オーディンは遠くにある星じゃないわ。みんなあなたたち一人一人の胸にある夢そのものなのよ。希望であり勇気なのよ。行きましょう、オーディンへ。そうだ、サラの言う通りだ。やろうぜ。行くぞ。イエーイ。
Y 軸点 X 軸 4.5 修正 Y 軸 3.8 Y 軸 3.8 修正 OK だ。キャン、スピード上げるぞ。粒子加速圧を上げろ。了解。加速レベル D3 から D4 へ。加速レベル D3D4 加速 1G から 2G。 ジロフメイン左29ピッチ44と。Y 極点の得意重力に引っ張り寄せられた生還物質はスターライト号に触れてイオン発光しているんだ。心配はいらん。それよりどこへ出たのか教えろ。いやあ、太陽圏外32光年までジャンプしてしまったぞ。守る、オーディンの功労図の通りだ。 Y 極点は宇宙のハイウェイのようなもんだ。見ろ、これは30連星だ。すげえ。
オディーンって今もあるのかしら。君はどうしてオディーンを知ってるの。それがどうしてなのかわからない。誰かが呼んでるような気がするの。あの時私は脱出カプセルの中で夢を見ていたのかしら。オーディーンはあなたの来るのを待っています。オーディーンははっきりと私どうかしちゃってるのかしら。そんなことはない。俺だって夢の中の人に会おうと思ってるんだ。親父さ。お父様、どこへ会いに行くの。ほら、あそこに帆船の形に見える星座があるだろう。ああ、本当、見える。アルゴ座、別の名を帆船座、船乗りの星座なんだ。青白く大きく光る星があるだろう。あれが俺たちの行くところ、カノープス。オーディ。親父は俺が一人前になったら一緒にあそこ行こうって言ってた。カノープスへ行くのは俺の夢だったんだ。俺がまだ小さかった頃、親父は宇宙辺境探査船に乗り組んで出かけたまま。亡くなられたの？お父様は。でも親父はこの宇宙のどこかに生きてるに違いない。もしかしたらあのカノープスへ行ったのかもしれない。9つの宇宙は我が名のもとに神聖なり。愚かなる異星人の船、腐り果てたる魂と肉よ、我が王国を犯したる者はアースゴールドの名にかけて許さん。光の牙は何時らの肉を切り裂く。炎の刃は何時らの船を一粒の粒子も余さず焼き尽くす。我が名を恐るる者は飛ぶ闇にされ。消え失せろ、死ね。
使いよう。レーザー通信機も出力をマキシマムに上げてだ。ノッチを外せば手動だけど粒子レーザー砲に早変わりだ。通信機改造の即席レーザー砲だ。それより守る。もう起きた間に合わん。重力遮断で逃げよう。よし、機械室重力遮断推進。ダメだ、加速器をやられた。修理急げ。アキラ、加速器故障だ。リオ、フライトデッキ来てくれ。させて敵を吹っ飛ばすことはできんか。出力のプログラムを入れ替えたらできます。やってみろ。はい。エゴ、まだか。もう少しだ。来た。電気スクレーパーへの出力 80% 確保。プログラム変更しました。よし、電磁スクレーパー発射。了解。すげえ、こっちも負けてらんねえ。私は機械的な動きしかして、どこかで指令を出している奴がいるんだ。探してくれ。了解。局長、連中の指令通信システムを傍受してくれ。了解。あいつらがオーディン星人だとしたら残念な戦いだ。マイクロ波体の電磁波によって他の小型戦闘機をコンピューターでコントロールしているようです。中心にコントロール機がいるってことだな。コンピュータルーム、コンピュータルーム、通信データの分析を頼む。アキラ、小型中型機2、30機、1機の間でコンピュータ指令機があるようだ。
上の方で大型機を見つけろ。指令機らしいのは分かったが、この穴掘りビームのパワーじゃ無理だ。どこか攻撃可能の弱点を見つけてくれ。今計測する。アキラ、大型の指令機と思われるターゲットの装甲はタイマンガンカーボナイトだし、ボディを狙ってもダメだ。シグナルを出しているコンピューターセクションを狙って攻撃しろ。よし、行くぞ。やられてる。よし、これで N3 番コードを接続すれば OK だ。伊丹、少し離れて。重力遮断推進可能。船長、遮断航行可能です。よし、全方確認。はい、探査艇を呼び戻せ。お、フライト敵いずれ。ライトデッキ発射閉鎖。発進10秒前。加速器レベル D1 から D3 へスタンバイ。4 3 2 1 0。コンタクト。
聖人の船を仕留めるには至らなかった。宇宙の叫びへ犬が学園へ追い越した。二度と生きては出られない。これで近くに地球という異星人の惑星が我らの生前の脅かす姿がはっきりし、地球の生きとし生けるものも全てを殲滅する。全軍直ちに進行順次にかかる。オーディン星図にはギヌンガガップという名前が出てるだけで、通常空間のどこにもつながってないんだ。さっき通過した Y 極点はオーディン星図にも記入されてない。どうなってんだ。おかしいな。エンジンはやられてないはずなのに全然動かない。見ろあれを。感情宇宙だ。ここは感情宇宙。理論上宇宙のどこかに存在すると言われているものだ。時間と空間が互いに変換してしまって、時間は静止、空間は同じところをぐるぐる回っているだけで、どんな方向にも力は作用しない。宇宙の墓場。確かにここは墓場だ。俺たちも出られないのか。あ、船長、これでいいでしょう。船長、こうなったのは俺がみんなをそそのかして反乱を起こしたからです。どんな処罰でも受けます。船乗りは昨日の天気のことは喋らんものだ。おやじさん、どうしても胸が張れんというなら、せめて坊主にだけは謝っておけ。その面は。ボス、寄せつくば。お前をこの船に乗せろと言ったのはわしだ。だからお前のしたことはわしがしたことだ。親父も腹ん中では喜んでるのさ。ただな、つくば、スターライトを無事に目的地に着かせる責任だけは果たせよ。はい。戦闘ユニットみたいだな。
円盤宇宙船のものと同じやつだ。ダメだ。材質形状は円盤宇宙船のものと同じなんだが、記号の配列のコードが組み替えてあるんだ。解読不能ってわけか。さらにまた手伝ってもらおう。なあ、俺たちは二度もオーディン文明と遭遇してるのに、まだ一度もオーディン星人を見たことがない。さっきのパイロットもロボットだしな。どういうわけだ。メカニズムだけの星、そんなものが存在するんだろうか。あっても不思議じゃない。文明があるから我々と同じ生命体が存在すると思い込むのは地球人類だけの錯覚だ。じゃあオーディンには生き物はいないってことか。うん、今のところはそう思うしかない。俺たちは機械だけの星と出会うために機械と戦わなくちゃならないのかよ。バカらしくなってきたな。だから行かなければならんのだ。船長、もしメカニズムだけの星が存在するとしたら、いや、わしはそうは信じたくないが、何としてもオーディンにたどり着いてその正体を見届けなければならん。本船の指揮は船長が再び取る。諸君の犯した過ちについては今さら問わない。ただし自分たちが選んだ道の上で予想外のことが起こったからといって、臆病風に吹かれる奴は断固処分する。こんなところへ。お前と一杯やりたくてな。ダメです、その体じゃ。構わん、つくば、わしには分かっとる。誰もが絶望しがちなこの時期に、お前は自分を奮い立たせて船の武装を進めておる。敵の妨害はもっともっと強烈になるかもしれませんから、負けないように。ああ、それにしても少しは休め。緊張ばかりが参ってしまうぞ。一緒に一杯やろうじゃないか。あ、飲め。空から聞いたな、お前の親父も船乗りだったそうだな。はい。いい親父だったじゃろう。お前の気性を見ればわかる。ボス、
連軍進撃開始。目標地球。どうだアキラ、右の射角は 0.5 度修正 OK だ。水平角の方を調整してくれ。水平角が狂うと全ては終わりだからな。できたのね。あねえ、私聞きたいことがあるの。よし、水平角 0.3 度で OK だ。オーディンって機械ばかりの星なの？いや、ご苦労、全て OK だ。みんなはオール機械だと思ってるらしいけど、俺はそうは思わない。アキラ、私思い出したの。アルフォード号の事故の時、誰かが私のそばで囁いたの。サラ、オーディーンへお帰りって。オーディーンはお前を待っているんだ。そうなんだわ。私はそれまでただの高校生で、夏休みに宇宙旅行に出かけた。サラ、記憶が戻ったんだね。サラ、今ははっきりとわかる。私はオーディーンに代わるサラシアン・ベイカーだわ。オーディーンのサラよ。物質を吸収したんだ。アキラ、急げ。お、重力遮断フェーズイン。重力遮断コンタ。0.3 に連続 Y 極点あり。連続 Y 極点特に今
連続湾曲点候補ってすげえな。まったくだ。シャトルーム、現在地確認を急げ。間違いありません。太陽系から120光年、地球とカノプス星系の中間を過ぎた位置です。あと60光年か。もう一頑張りってとこだな。すごい数の艦隊接近。南、チャートルームにパネルオン。了解。やっぱり現したか。レコ、大艦隊との距離測定。了解。みんな、サブリッジだ。あの船が位置で出てきた。地球侵攻の前哨として抹殺せよ。敵艦隊と思われる。距離9300。連続湾曲点方面へ向かっている。ということは、あの艦隊は地球へ向かってるんじゃないか。俺たちと接触して地球の存在を知ったんだろう。よっ、すごい艦さ。船長、応戦用意。役立つのかね。ええ、圧縮ガスを強化して打ち立てば相対速度の速い相手を切り刻んだりすりつぶしたりできるんですよ。名付けてマッシュミサイル。電磁スクレーパー砲で破壊して反撃のきっかけをつかむ。電磁スクレーパー砲のエネルギーはあと一発分だぞ。失敗したらスターライト号は戦うことも逃げることもできなくなる。マキラ、やるんだ。エコ、あの小惑星の軌道計算を頼む。了解。惑星帯の軌道の距離3000、方位25 24 23 22 21。前進180度。全員安全ベルト確認。機関からスプレーオン。方位確認0。よし、今だ。おじゃ、エネルギー残量あと5秒だ。ダメか。
キラ、あの土砂竜と一緒に要塞補完に侵入し敵の本体を破壊するんだ。ジオ、山本、一番でかい破片の後から一気に突っ込むぞ。オーケー、了解。その戦闘機を宇宙軍から持ってきたな。俺はレンコンが好物だからな。レンコン？なんだそれ。先の見通しがいいんだよ。さあみんな行くぞ。突入は無理だ。みんなコントロールタワー B ブロックに降下。一気に突っ込む。
ックスだ。100% 導入。通信機改造バズーカ行け。よし。すげえな、リオ。こんなに威力が出るとは思わなかったよ。何でもやっておくもんだ。知らなかった。俺たちは人間を撃っていたんだ。オーディオーディ二度と見られぬと諦めていた。オーディーン、鳥は楽しげに歌い、空はあくまでも高く澄み渡り、野山を吹き抜けてゆく爽やかな風、色とりどりの花、いつの年も豊かな実りをもたらしてくれ。私は覚えている。太古に生まれ、
私を育ててくれた巨人のことを。九つの世界、九つの根を地下に張り巡らしたあの宇宙樹を私は覚えている。2万年前、オーディーンの近くで星雲が固まり、巨大な火の星カノープスが誕生した。オーディーンは灼熱の地獄となり、人々のほとんどが滅んだ。オーディーンの女王は死を絶やさぬため、自らの遺伝子を宇宙の彼方の星々へ送った預けたのだが、地球から来たあなたはもしやその末裔、あなたの名は。私はサラ、私はサラシアン・ベイカー。サラ、それこそオーディーンの女王の名。それで、あなたたちはなぜこんな姿に。はい、あの時、私たちオーディーン人の一部は宇宙に巨大なコロニーを作り、それを科学の粋を集めた大機械衛星とし、我と我が身を細胞を動かして、その運命をコンピューターに委ね、カノープスの災いの炎が消えて、オーディーンが復活する日を待ったのです。ところが、歳月を経るにつれて、機械は自ら増殖を始め、意志を持ち、私たちを部品の一部にして進化を重ねていきました。そして機械生命体となって、宇宙のあらゆる生き物を破壊するように動き出したのです。私たちはその機械に心を侵され、支配されて、いつしかオーディーンの記憶を失ってしまったのです。それではもうオーディーン星には、オーディーン人は、オーディーンの人たちは。います、いるはずです。私の記憶では、あなたをよみがえりの使者としてお待ちしている人々が、どうか早くオーディーンへ。やっぱりオーディーンの人々は心美しい人たちだった。行こう、必ずオーディーンへ。いかん、ここはコントロールメカの端末だったんだ。本体は別にある。
界へ。無駄なことはやめよ。貴様、口が聞けたのか。私の名はベルベル。コードネームアースボード9。製造年オーディン歴48056年。エネルギーを獲得して増殖を重ねる自動戦闘機械。自らの異謀性によって敵を識別。戦闘は徹底した破壊を目的完了とする。なぜ、なぜ自分以外の全ての生き物を抹殺しようとするのです。有機体は愚かだから。膨大な生還距離、絶対零で真空の宇宙空間で儚い寿命しか保てぬ有機体は私の部品になる以外存在する価値はない。しかしお前はその有機体から作られたんじゃないか。その通り。私はオーディン人を体内に取り入れ、エネルギーと化し、宇宙のあらゆる謎を解明した。私は有機体には到達しえない進化の頂点に達した機械生命体なのだ。あなたには心というものがないの。心や愛という極めて不合理な感情に支配されている命などあってはならない。我々こそ進化の極限なのだ。滅びよ愚かなる有機体とも。滅びよ。全体が艦隊やロボットも含めて自己修復能力を持つ一個の機械生命体なんだ。生命中枢はあのベルゲルだ。あいつを破壊しよう。どうやって。バズーカでも壊れないんだぜ。やってみなければ分かるもんか。やつだって所詮オーディン人が作ったコンピューターだ。電子の自爆を指令するコマンドを打ち込む。それは俺の役目だ。よし、守る専用隊で突っ込め。俺とリオが援護する。Thank you.
猫の援護に行こう。すげえ回路だ。電流の流れを遡って中枢回路室を探そう。こっちだ。アンノーンレベルコード E808 より999へ。繰り返す。レベルコード E808 より999へ。なんだ。愚かな有機体、6000度まで温度が上がる。30分もすればこの飛行物体ともども貴様たちも溶けてなくなるのだ。猫急ごう。温度がどんどん上がっていくぞ。猫しっかりしろ。すまん守る。の上にあるのが天使のらしいな。しかしどうやってコマンドを。これじゃいじりもないぜ。マムル、これを見てくれ。なんだそれは。武器改造の時思いついて作っといたんだけど、ペンダデジット方式の IC 弾だ。これにコマンドを入れてベルゲルの電子脳に打ち込むが、ひょっとして猫お前ってやつは電子脳のどこに打ち刺さっても1300本の針から自爆指令が出て間違いなく爆発、急激な動脈が起き、ブラックホール化する。俺たちの滅スーツだって3000度が限界だ。30分も持たん。IC 弾も役立たずだ。猫、あれを見ろ。あの左から2つ目。あれがどうした。あの薄い光線がシールドをコントロールしているんだ。内部へ入って推奨コマンドペンタデジット方式の5番を中心に奇数を入れ替えろ。シールドが開くかもしれない。よし、俺が行く。猫、開けるのは俺の仕事だ。お前は IC 弾を。よくやった。あと一息だ。しっかりしろ。よし。アバカだ。アバカだ。
進します。機関スタンバイ。オリアード、ホック完了。発進。要塞がブラックホール化して消えていくぞ。世界はいつも船乗りが切り開いてきた。地球の海も宇宙の海も、そして今度の航海もだ。諸君の行く手には未知の世界が、命が待っている。新しい時代の夜明けだ。その時代を切り開くのは諸君だ。よくやったな。諸君はもう立派なオフィサーだ。これからは若い力だけでスターライト号の使命を果たしてくれ。諸君ならやれる。船長、おやさん、船長、スターライト号鈴鹿船長に。
ばあちゃん、俺たちはどんどんオーディン星へ向かっている。いやー、カノープスが大きくなってとっても綺麗だ。ばあちゃんと一緒だったらよかったのにな。私は今オーディーンに帰っていこうとしている。変だわ。一度も見たことのない遠い星が私のふるさとだなんて。でも私は帰っていく。オーディーンへ。鳥は飛んでいるのかしら。空は青いかしら。花は咲いているかしら。サラ、確かなことはただ一つ。オーディーンは君と共に復活を待っているさ。でもそのために大勢の人を亡くしたわ。サラ、亡くした命は尊い。でも君のためにやったことじゃない。これは俺たちの後悔なんだ。たかが数十年の命とはいえ、人間にとって大切なのは心だ。だから人間の世界は美しいんだし、強いんだ。俺たちがオーディーンへ行き着くことが、それを証明することになる。そうね。心ある限り、私たちはどんなところへも旅をし、つながり合おうとするのね。Thank you.